The person who says the stupid things in the video is either the president of Brand Buyers or just an idiot. Good kids, shitty kids, and adults who are mentally young. Please don't try to imitate it. はい、こんにちは。ブランドバイヤーズ社長です。グレットランド響きです。字幕をつける人のことを考えて滑舌を良くしようと思っております。そうですね。なんか君モニター越しに見るときはジョニー・デップみたいね。ああそうですか、うん、ジョニー・デップ、あだから同じメガネ、同じじゃないけど、あそうなの、あのジョニー・デップのやつはあれですけどね、ヴィンテージですけど、あ同じメーカーなんだ。そうっす、現行今もんすけど、タート今もん、そうっす。でもこれもなんか品切れらしいですね最近響き着で現行、はい、僕買ったのは結構前ですけど、なるほど、はい、全然 T シャツに関係ない話題ですね。そうっすね、すいません、うん、はい、はい、ということでバンティーです。はい、別倉庫から持ってきた分なんで、再発入荷もあったり人気ティーもあったりで、ただまあお値段がこうぶっ飛びプライスっていうものはないので、気軽に最後までご視聴いただければと思います。いってみましょう。たまに入るよねこれ。いや、え このパターン初か。初めてですね。グーチョキパーがね、後ろにこう、ね、9個並んでるやつはね、はい、いやあれ前じゃなかったっけまあでもそうですね。何タメ口やねんお前。あ、すいませんありましたけどね、はい、まあ店長ですから、はい、はい、ラフに行かせていただいてます。ジョニー・デップですからはい、はい、ではラッシュです。あの皆さんが想像するラッシュといいますと、やはりウサギとカメだったり、はい、ロール・ザ・ボーンだったりしますけども、はい、こちらはね、あの比較的アートライクな感じで、うん、ボディも柔らかくて程よい L って感じのサイズ感ですの で後ろのプリントの歪みもやっぱり秀逸ですね。すいません、少々照明の関係で白飛びしてますが、はい、細かなディテール等々は概要欄の方から URL クリックで見てみてください、うん、はい、なかなかいい T シャツだと思いますし、うん、お値段もそこまで高くないので、この夏1枚でぜひ着てください。 あとやっぱこれね、ライダースとかのインナーにも入ると思う。あーそうですね、これはなかなかいいと思いますよ、ライダーオーバーサイズのライダースブームから今ね、ちょっとこうちょいゆるジャストぐらいにやはりトレンドも移行しつつあると思いますので、こういう身幅がしっかりあって短丈っていうのは今後インナーとしてもかなり探される方増えると思いますので、こういったシルエットを好きな方はぜひご検討いただければと思います。いつもこれ名前忘れんねんな、ザ・コンサート・フォー・ザ・あ、ホール・オブ・フェーム、ホール・オブ・フェームですね、結構ねいろんなバンドが出てるわけですよ、うんうんうん、ブルース・スプリングスティーンとかね、スヌープ・ドギー・ドッグも出てますよ、リッチ・サンボラ、ホール・オブ・フェイム・ミュージアム、なんか他みんなが食いつきそうなバンド探せんすけどね僕今、うん、ドクター・ドレドクター・ドレ、ボンジョビ、ボンジョビ、ジョニー・キャッシュ、ジェームス・ブラウン、かなり豪華ですね。バリチェン、どこ？ほんまや、はい、はい、1995年セプテンバーでございます。ロラパルーザみたいなノリです。うん、まあそうですね。ただなんかデザイン性はロラパルーザより高いですが、ロラパルーザほどまだ高騰しておりませんので、この辺のまあフェスティーっていうのは今が狙い目だと思いますし、今年の夏にはさらに高騰することは確実です。お願いします。 LL です。いい L ですね。まあまあコンディションがまだまだいいので、うん、はい、ミヤバもしっかりございますのでよろしくお願いします。はい、シングルダブルのピン、あ、ごめんなさい、シングルシングルだ、ラッキー、ピンクフロイド Wish You Were Here です。ユーロだと思いますよ。ユーロだと思います。これユーロでシングルシングルでこの年代っていうのはなかなかね、ディテールとしてはいいと思います。90半ばなんで全然ダブルダブルのが多い、まあまあ年代ではありますけどね。まああのね、これね、僕はこれマジでこのバックプリ2パターンあるでしょ、はい、文字とロボットハンド、はい、これどっちも甲乙つけがたいんで、うんうん、で僕が着てる方は文字の方なんで、はいはい、特に考えてもないんですけど、海外仕入れで行くとロボットハンドの方がやや相場高いなっていう、10%15% ぐらい。ちょっと凝ってるからなんですかね。うーん、そのニュアンスの問題だと思いますけど、やっぱ文字を
同色でプッて入れるよりは、うん、このデザインをまあ入れないといけないから、ね、でじゃあロボットハンドの方がレアなんかいって言われるとそうでもないのよね。だいたい10枚出たら5枚5枚ぐらいにこのバックプリントのパターンってね、うん、分かれるんです。ただこの辺りももう高騰しすぎてて、初期の方グレートランド大阪初期の方は跳ねてた Y2K のものも、はいはい、90s のものに比べてお安く、販売もさせていただいてますが、やはり、90s の方が雰囲気は良いです。あまりねプリントの発色は変わらないんですが、フロントのピンクフロイドのこの上の文字がちょっと違うかなって色がね。そうっすね、あのプリントの解像度とかってとこで見ると別に一緒かなとは思いますけど、やっぱ雰囲気はこっちの方がもちろんいいですね。あと最近あのこのピンクフロイドではないですが、余談ですけどね、要は90年代に出た T シャツですごく高額なものが、オフィシャルで2000年代に入ってからリプリントというか、はい、公式復刻って言った方がいいかな、リプリントだとちょっと語弊があるので、はい、されてるものがあるじゃないですか、はい、そのプリントを90年代の、 あのちょっと使用感のあるブランク無地のボディに吸ってるものがお買い取りすごく多いです。まあ、当然お断りさせていただいてるんですけども、まあ、この辺りももうすぐ出てくるんじゃないかなって思ってますので、あ出てきそう、はい、お気をつけください。よろしくお願いします。初入荷だと思います、ローリングスポーンストーンズスパイクタン。スパイクタンなんだけどめっちゃスパイク、ぶった切りです。あそうそう、ぶった切ってね、いい丈なんですよ、縫ってってるんすよ。だからこれ以上広がらないというかにはなってますし、そうそうそう、後ろもドーンです。こういったね雰囲気がね、はいはい、お裾の感じね、はい、お好きな方にはズバだと思うんですよ、うんうん、僕は大好きなんです、はい、ただ苦手な方は絶対苦手だと思うんで、うん、まあ、そうですね、今僕の大好きなスパイクタンで、はい、めっちゃスパイクやなこれ。いやめっちゃスパイクなんですよ、こっちにも行ってもんな怖い、なんならちょっと、うーん、なので僕と洋服の趣味が近しい方にはズバかなと思います。うん、まあこれはね、身幅もちょっと、身幅っていうか横幅があるんで結構かっこよくおしゃれな感じで、スリムなパンツに合わせてこうシルエットでねこうメリハリ効かして着ていただけると、うんね、とてもかっこいいんじゃないかなと思いますので、おぜひお願いいたします。はい、次、もうローリングストーンズ続きますが、通称ガキツカです。勝手につけてます、はい、マジでガキ使うのあのおちょこ裁判とかのあれ似てるよなでは言ってますね、うん、ってことでもうなかなか、そうです、ね、なかなか入らないブロッカムの L です。これもごめんなさい、ちょっと白飛びしちゃってますが、もうちょっと話したらわかるかな、うん、コンディションもそこそこ良くて、うん、いい L サイズです、まあ、これもあんま大きく着るべきものじゃないかなと思いますので、まあそうですね、さらっと1枚でかっこよく着るもよし、うん、うちの、まあ、グレートランドお兄たのパックティーの白とレイヤードしていただいて、うん、ロンティー感覚で着ていただくもよしな一着でございますのでお願いします。いいヘインズタグがついたビースティーボーイズ、これバックプリントのやっぱこのグリーンがねおしゃれですよね。おしゃれです。ビースティーの T シャツっていうのはなかなか日本で人気があると思いますけど、サイズは、ヘインズの XL です、ね、タイではあんまビースティー人気ないのよね。で言ってましたよね、うーん、なぜなんだいって感じだけど、おしゃれなのにって感じですね。おしゃれやからでしょ。あ出たおしゃれやから人気ないんです。なるほど、まあわかるかい。向こうはでも足し算の国ですからね。そうですそうです。どっちかっていうと、うん、派手なものほどみたいなところが、こんなんさらっと着てたかっこええやん、うん、かっこいいですね、うん、だからヘインズの XL っていうのがいいよな、うん、ヘインズはね、うん、なかなか大きすぎずで、そうです、いいボディですから。バックプリントも綺麗に残ってますので、はい、そのあたりも含めて非常に評価が高い一着だと思います、はい、もうジム色に5年10年と長く長くご愛用ください。お願いします。ついつい出しちゃうリンキンパーク、はい、まあ、そうです2001ハイブリッドセオリーか、うん、はい、はい、でバックプリこちら、先日の北千住の社長 T シャツで確かかなりフェードしたもの出しましたが、比較的コンディションいいものありましたので、こちらは逆にグレートランドリーってことで、はいはい、はい、まあ、サイズが L？ サイズ L ですね、はい、そうですね、やややれ始めって感じですね、うん、これからって感じの一着ですので、はいはい、ネイビーもねフェードするとかなりいいですよ、うん、お願いいたします。ちょっと流行らそうかなと思ってる T シャツです、うん、マシンヘッド、
後ろかっこいいですこれ。これ何枚か買ってるんですよ僕、で、かなりコンディションの良いフェードの効いていないものがどっかにあるんですよね。はあ、はあ、なるほど。見つけれないんで、はい、なるほど。今本当は出したくないフェードの方を出します。なるほど。マシンファッキンヘッドで、あの指差しファックとかね、はいはいはい、こういったモチーフのものはかなり今高額になってきていますが、もうかっこいいやこれ、そうっすよね。中指はタトゥーなんやっていう。でも分かんないですよ、ここの下にタトゥー全部入ってる可能性もあるんですからね。僕は仕入れの時とかにこう値段が合わんかった時にこうするようにここにつけてるんで。ああ、はい、あ、ていうか指には入れないんですね、そういえばタトゥー。なんか今これ見てこういうのもありかと思ったんですけど。いや、もし会社倒産したら再就職する。ああ、全部あれしたらいいじゃないですか、あのバンドエイド巻いて。いやいやいや、もうやめてくださいそれ。まあまあまあ、 おかんたまに見てるんですから。ああ、そう。嫌われんで、そんな言うたら、うちのおかんに。ああ、ほんますか。もう響くんあんま出しなって。なるほど、じゃあそれはもう勝負ですね。うちのおかんこれいい T シャツです。あの、もう相場上げますから。まあかっこいい T シャツですね、はい、ぜひお願いいたします。これもいいのよ。前も確か出したと思いますけど、絶対すぐ売れたもん。はい、はい、うん、まあまあそうですね。ボディも確かこれ、そうそう、お兄だよ。サイズが、XL。 ああもう最高。ノーフェックスでパロディ系っていうのがね、スリッカーズのパロディですよ、はい、めっちゃおしゃれ、かっこいい、うん、色の感じもいいし、これ以上プリントがないのがいいわ。うん、そうっすね、そうっすね。もう一発入れるやがちょっともう勘弁しちゃって感じだけど、ちょっとうるさくなっちゃう。はい、シングルシングル、もう言うことないわ。はい、はい、お願いします。以上、はい、はい、ということで本日も9着ご紹介させていただきました。夕方6時から店頭にてご試着およびご購入が可能。夜9時から下記概要欄オンラインストアにてお買い求めいただけます。響どれが一番好き？ノーエフェックス好きかな。俺このストーンズかな、裾ぶった切りの。まあ、あ、これもいいっすね。はい、うん、ということで皆様、気に入っていただいたものあったのかなって感じですけど、はい、ということで、あと3本だけ今日動画撮りますけど、はい、頑張ります。最後までご視聴ありがとうございました。ブランドバイヤーズ社長とグレートランド響きでした。バイバイ。